時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢アジ島の時間がやってまいりました。一般財団法人土木研究センター両務理事の宇田隆明さんに来ていただきました。お忙しい中本当にありがとうございます。今日は時間を作っていただいて本当にありがとうございます、本当ですね。私が個人的にね、もうほら島で生まれたんでね、そうですね、この磯、磯のその藻類ね、あの魚が食べたりする住処のこの藻類が減ってる磯焼けという現象と、それからその砂浜の砂が一気にこの一気って言いますか、昭和の時代からかな、ね、かけてこのどんどんこの流出していってる現状、なんとかできないものかなとずっと思ってたわけ、個人的に、はい、そしたらはね、やっぱし思い続けてるとつながりが出てくるもんです ね、 そうですね。先日もうずっと言ってましたものね、土木研究センターの宇田さんの論文に行き当たりましてね、もう一気に電話をしてしまいました。そうですね、はい、でも本当にもう今もね、お仕事の帰りに寄ってくださったんですよ。1年間の半分をフィールドで、フィールドでねとホームページに書いてましたからね。お忙しい中本当にありがとうございます。そうなんですよね、はい、宇田さん、まずは土木研究センターの組織をちょっと教えていただけます、はい、僕渚総合研究室というところの室長をしてます。はい、はい、要するに分かりやすく言うと渚、砂浜です、砂浜、はい、砂浜が消えちゃった、なぜだろう、いろんなところがありますね、消えたところが、それなんでだというのを突き止めて、そしてもう一回それを元に戻そうじゃないかというのを一生懸命やってる研究室です、ね、すごいですよ。ほら種子島なんかともすごく関わり持ってくださってましてね、で私も今年ね、ウミガメの放流っていうのに参加させていただいたんですね。小ガメね、小ガメのね、そうしましたらですね、砂浜が私たちが生活してたもう何十年も前の話ですけどもね、その3分の1ぐらいになってるんですね、浜が。でこれはどうしたことだと、でリスナーの皆さんイメージが湧きにくいと思うんだけど、砂浜の長さは変わらなくて砂の量が減ってるんだよね。量が減ってるんですね。そういう意味ですね。そういうことです、そういうことです。あれは砂浜の幅がもうなく、40、50メーターあったのが20メーターぐらいになっちゃった。そういうことですね、はい、でウミガメのね、ほら保護監視員やってる、笹川さんに言わせますとね、昔の、半分ぐらいになってしまっていると、幅がね、そうしますと今度ウミガメがね上がってきて、今産卵に来てもね、上がってきて産卵に来てもか、卵をね産むところがなくなっていると。でそうするとどうするかっていうと、今度は谷に落っこってしまったりね、探してね砂浜をね、夜中のことだからね。そうなんです。今日もねこれ種子島の方々が聞いてくださってるんです、笹川さんもねもちろん聞いてくださってるんですが、誤解がないように、これ、種子島の砂浜だけが消えてる話じゃないんでね。そうなんです、そうなんです、全国的に今日本全国的に砂浜が痩せてるということです。もっと分かりやすく言うと、何十年ぶりに小学校の時に遊びに行った、臨海学校のところへ久しぶりに行ってみると、何にもない、昔はほら、ちょこちょこって海に入れたでしょ、それが何にもない、でコンクリートの塀だけあるというようなところがとても多くなっちゃってるんですね、これ原因は何でしょうかね。たくさんありますが、やっぱり人間のなせる技ですね。人間のせい、ということは人間がやりすぎてる、人工物を置きすぎてる、それもあるし、川からものすごい量の砂を取っちゃったり、川の上流の方にダムを作って、しょうがないにしても止めちゃったり、もろもろそれが全部集約化して出てきた、さっき種子島とか、屋久島とかお話出ましたけど、南の方では海砂っつって砂を沖合から砂を取ることも昔行われたんですね、砂っていうのは、沖合で砂を取ると20年30年経ってゆっくりと影響が出てくるので、何がその引き金だったかっていうのが分かんなくなっちゃうんですよ、それが問題なんですよ、チクラの岩屋あたりもすごく浸食されてましたよね。そうですね、変わりました、変わりましたね、もう房総半島は九十九里をはじめとして今どこももう参ったなという、海水浴場でほら自然みたいに見えてるけど、実際は人工的に砂を投入しているところが今多いらしいですね。投入してるんですよ。それはちっとよそっとの量じゃなくて、10万20万立方メートル、ダンプでいうと何万台という万何万、2万台2万台
の砂を入れてきたけども、うんうん、浜はやっぱり痩せているというところもたくさんあります。だから九十九里は今海水浴場全体で32個ぐらいあったのが、もうほとんど5つ6つになっちゃったんじゃないでしょうかね。海の家がなんか建てられないとかいう話も、海に落っこっちゃいますもんね。深刻ですね。深刻ですよね。これを防ぐ方法って何かありますかね。でそれがねなかなか難しくて、さっき言ったように人の なせる技に関係してるもんだから、そのただ砂を入れればいいというわけにいかないんですね。いかないですよ、非常に複雑な要因が絡んでるので、一個ずつ解きほぐしながらやっていくという必要があるわけですよ。茅ヶ崎がね、ずいぶん海が幅が、広がったんですよね、あれはね、今から去ること10年前に、その時のね、サーファーとか、魚を取っ て、はい、ってる人たちが、みんなで集まって署名したんです。2万人集まって、で知事に持ってった。でこのままじゃあんまりだよと、あの加山雄三のほら、ね、あの青春 の、はいはい、のビーチがなくなっちゃう、はい、なんでだろうと、このままじゃダメだよと、でブロック付けにするのはとてもやめてくれという声が上がったんです。その時僕が横脇から応援して、ただそのシプエヒコールをガーッとこれは困るって言っててもダメなので、ちゃんと理屈に合わせてやればできるから、ただ時間をください、で我慢しよう、で10年間毎年毎年少しずつ3万立方メートルずつ砂を入れてきた、見違えるようになったんですね。ですね、釣りをしている人がいましてね、で聞いたんですよ、海は広くなりましたねって言った。でしだろう、広くなったんだよ、本当に狭くなっていったと、自然に狭くなっていってたと。でそれがね、こうやって釣りがこうやってみんなが並んで釣りができるまでになったんだよってことをおっしゃってました。その通りなんですね、あそこをね、何遍も言ってますが、浜が0センチ、まあ、護岸にこう波が当たる状態になって、それが今は先週の土曜日で40メートルの幅、復活してるわけですね。そうなんですよ、そうなんです。もうね、もうそうで言ってましたよ。で大事なことはね、そのキス釣りやってるわけです。その先に綺麗な砂地ができてるんです。魚が寄れるような雰囲気を醸し出してる。そのおじさんは知らないけれども、実は魚にとってもとてもいい状態が、いい環境が戻ってるわけですか。ただ単に人間のためじゃないんですよ、そこにある生きとし生けるもの、すべてのものにとって都合のいいのがあったんなら、それのように元に戻そうじゃないか、力づくじゃなくてね、原理に基づいてゆっくりでいいから目指すべきとこはこっちだというふうにやってきたんですよ、あれはね、茅ヶ崎の海を皆さんに、ね、見せてあげたい。昔の海を知ってる人はびっくりしますよ。私もほら、学生時代行ってますから、あの時も全然違ってるんです。小山さん喜んでるね。もう喜んでると思いますよ本当にそう、私も本当にそう思いますね。張本人の一人ですけど、でもやっぱりいいものは皆さん見ていただいて、触ってもらいたい。そうですね、波打ち際で子供連れてってこう触ってもらう、サーファーの友達がいましてね、聞いたんです、海良くなったったら、すごく広くなったんだよ、でも何かやったのって言ったら、いやこれはみんなで努力した賜物だよっていうことを言ったんです。そう言ったんです。で、どんなことって言ったら、いろいろよって言っただけでね、具体的なことは言わなかったんですね。ただ自分たちは何をしたかっていうと、ゴミを拾って歩いたと。でとにかく海をきれいにして、人が来れる状況をね、で作って、ゴミが落ちてなければゴミを持ってきて落とさないと、だからとにかくゴミを落とさないように拾って歩いたって言ってましたよ。それで非常に多くの人間の累積した努力での結果、そういうふうな少しはいいものができるわけですよ。そうですね、その心持ちがとても大事だと思う。そうですよね、なるほどね。綺麗にしたいという心合わせはみんなできたわけだ。そうだったみたいですよ、間でね、テトラポットとかなんか入ってましたね、ところどころに、あれがなくなって、実はね、なくなったんじゃ、砂に埋まっちゃった。埋まっちゃったんですか、あれ。 あれね、すごい。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。はい、ってことは砂はたくさんあるってことですよね。我慢して、なるほど。私ね、取り除いたのかと思ってました。だからそういう方法もあるんですよ。なるほどね。一時にやろうと思うと、インパクトも強いから、ゆっくりと着実に。なるほど。一つのポイントか、ゆっくり、時間かけて。ゆっくりとですね。
だってそうですよ、うんうん、海は昨日今日できたんじゃなくて、うんそうですね、私のおじいちゃんのそのまたおじいちゃんのそのまたいが前からずっと綺麗な海はあったんですよ。そうですよね。それに戻すにはやっぱりゆっくりとウイスキーじゃないけど熟成させる、熟成させる、まあ、あれだけ海岸線長いから ね、うん、確かにね、うん、そうですね、あまりせっかちに言わないことですよね。そうですね。ただ目指す道は正しい方向でないと、私たちができることというと何でしょうか。僕はね、あのね、まあ、ちょっと専門家の一人なんだけど、私が一人を持っててもどうにもなんない、海浜、海、海岸、みんなの共有財産だとすると、みんなで良くしようということをみんなで言い合ってね、こう頭の活動を活発にして、みんなで理解をして、徐々に皆さんでこれはやっぱり大事だよねっていうのをやっぱり作っていくことに協力してほしいんですよ、あなるほど、誰が何やダメだとこう、ね、排除じゃなくて、ね、亀やってる人ももちろんいい、磯釣りやる人もいい、みんなそれなりに貢献されて、受けてるわけだから、そういう人たちで、まあ、ネットワークというかね、そうですね、うん、緩いネットワーク、まずは関心持ってもらうことだね、海岸線にね、そうですね、そうですね、日本の領土が増えるかもしれない。いやだからそのやっぱりなんつっても、我々は日本のところから別のところに行かれないんで、茅ヶ崎でもどこも、痩せてきたからって諦めるわけにいかないんですよ、そうですね、それはここもうしょうがないんで、その中でも少しはよくする、そうですね、あるいはダメにならないと、で幸いそこには技術的な進歩が結構入ってきてるんで、だからやっぱりそういう方向でいけばね、まあ、ちょっとずつだけど、そうですね、その過去の資料なんかは、神奈川県のホームページにクックッとクリックすると出てきますので、それ公開してます、県のホームページ、つまりは、ね、行政だけやってるわけじゃないですよね、皆さんの、資料はみんな共有財産で出してます、知ってほしい。そうですね、いい話聞けて嬉しい ね、種子島とも随分、ね、関わり持ってくださってまして、本当にもうありがたいんです。心配だなそうですね、私たちもね、私たちができることからね、協力、みんなで協力して、浜をね、復活するにはね、まだまだ時間かかるかもしれませんけども、まず一歩からやっていきたいなと思いますね。そうです、最先端の話聞いて嬉しかった。そうですね、はい、まだまだお話を伺いたいんですが、ね、もしまたねお時間取れるようでしたら、また再度お越しいただいて、いろんなお話を懲りずに来ます、よろしくお願いいたします、はい。